こんにちは。九州山チャンネルのヒデです。今日は大分県由布市に来ています。今回紹介する山は由布温泉で有名な、由布盆地の、背後にね、そびえ立ちます、総持峰豊後富士こと由布岳をね、紹介したいと思います。登山口はですね、東西南北、いろんなコースがあるんですが、今回はですね、東登山口というところからね、入山して、東峰と西峰、総持峰あるんですが、まず最初はですね、東峰に、登りたいと思います。そしてね、東峰からですね、一旦又江というところまで、下ります。又江というね、暗部から今度はね、鎖場がある西峰、そしてですね、美山霧島がね、群生している、お鉢巡りコースをですね、今回歩いて、また、こちらのね、東登山口の方へ、戻ってくるという、由布岳お鉢巡りのコースですね、紹介したいと思います。それでは今日もどんな景色になるのか楽しみです。ではレッツゴー。東登山口にですね、案内板の方があります。現在地ですね、猪瀬戸のところ、赤丸ですね。でこちらがですね、鶴見岳の、西登山口にもなりますね。西登山道、今回は、由布岳ですね、日向越え、そして由布岳東登山道を行って東峰で、途中の250メートルと書いているところですね、赤丸が又江、又江から左に行くと、西峰ですね。で、裏側の方回って、お鉢巡りで、東峰からまた、東登山道で現在地の、猪瀬戸の方にね、戻ってきたいと思います。現在ですね、日向越えに、向けてね、登っていっていますが、もうね、初夏なのでセミも鳴いています。なんかね、セミが鳴き出すと暑苦しいですね。今日はね、特にまた、天候がね、蒸し暑くて、ちょっとね、虫が多いですね。これからの季節、虫除け、虫対策ね、万全にされた方がいいですね。では後ほど。東登山道、登山口ね、出発して、約30分ほどで日向越えに到着しました。ここに、ね、案内看板がありますので、左へ行くとね、日向、観察道、そしてね、由布岳の正面登山道の方にもね、向かうことができます。で、途中からね、左を降ると、日向岳ですね。あんまりね、行かれる方は少ないですけどね。展望がね、あんまり良くないです。そしてね、今回は、由布岳東峰ということで、この案内道標からね、右の方にさらに急登を登っていって、岩場に取り付くことになります。時間はね、後ろの案内板で、1時間50分で東峰山頂と書いてありますね。ぼちぼちね、登っていきたいと思います。では後ほど。日向越えでね、一休みしたら、少しね、汗が引きました。結構ね、日向越えまでがね、
風があんまり抜けずにね、いつもね蒸し暑いんですよね。でもね、少し、標高上がってくるとですね、気温も下がってくるし、なんといってもね、この新緑がね、もうすごい眩しいですね。気持ちいいです。新緑に励まされて登っていきたいと思います。では後ほど。はい、東方の、山頂直下、まあ、直下といってもね少し距離ありますが、東方の手前のですね、岩場の、岩尾根コースですね、取り付き点に到着しました。落石注意というね、案内標識があります。ここから先はですね、まあ、落石等をね注意して、まあ、通過するのも、まあ、当たり前なんですが、自分がねまた足をね足で、石を蹴ってね落とさないようにというのもね、注意が必要ですね。後ろをね、下にいる方、やはりね、気づかない方もいらっしゃいますんでね、もし石を落とした際には、落石とかね、落とか大きな声をね、出して、下から登ってくる方にね、注意喚起してほしいと思います。では、後ほど。東方直下のね、岩稜帯、岩場の最初の取り付き点に到着しました。ここからね、ロープがね結構フィックスしてあるところ、張ってあるところですね、連続します。いきなりね体重ガバッとこうかけるんではなくてですね、立ち木とか、フィックスしてあるねロープ、最初に少しね体重を軽くこうかけてみて、視点がね、大丈夫なのか確認しながらね、登っていって、あんまりねロープなどに頼らずに、まあ、補助的にね使われることを、まあ、お勧めします。浮き石、枯れ枝、などね、注意しながら3点確保確実にね登っていきたいと思います。では後ほど。
東登山道、一番の難所と言われてます、ちょっとね、くぼんだ岩のところ、チムニー状のね岩のところ、直立したね岩のところを鎖で、通過していくところがあります。ただね、まあ足元、足を置く場所ね、手握る場所、階段状に、ね、なってますんで、3点確保をね確実にしていけば、怖いことはないと思います。あまりね岩にひっつきすぎると、足元、見えなくなりますんでね、岩から少し体を離して、登っていった方がいいですね。では後ほど。岩稜帯ね、登り詰めてくると、分岐点、案内板があります。右へ行くとね、おはち巡りコース、そして、左へ行くと東方ということですね。まあ、とりあえずね、東方の方を向かって、その後西方でおはち巡りでまたここにね戻ってくる、おはち巡り周遊コースね、行ってみたいと思います。では後ほど。はい、東方側にね、少し歩くとね、展望台、路岸の上のね展望台あって、おはち巡りがね、周遊コース綺麗に見えます。おはちのね奥の方ですね、西方の奥右手の方の斜面には、ピンク色に染まったね、三山霧島の、斜面があります。では後ほど。東登山口、スタートしてね、休憩入れながら、1時間54分で、東方、標高は1580メートル、いただきました。この後ですね、一旦マタエという暗部まで下って、で鎖場残して、次はね、東方より、数メートル高い、西方の方ですね、行きまして、それから大八巡りね、楽しみたいと思います。では後ほど。Thank you.
西方と東方の、ね分岐点、安部になりますマタイに到着です。これからね、岩場連続する、西方の方にね向かいたいと思います。では後ほど。はい、私のね、背後に見えている、屏風岩のようなところですね、あそこをねこうジグザグに、鎖場登っていきます。あそこはね、まあ、最も事故が多いポイントでありますがね、まあ、足場もねしっかりしているので、肩をね鎖軽く握って、ふらついた時だけねしっかり握るような形で、3点確保を、確実にね行っていけば大丈夫だと思います。では後ほど。こういう岩場ですね、順番待ちの方がいると思いますが、人がね上り下りしてる、下部にはね、いないようにした方がいいですね。まあ、石が降ってきたり、人が降ってきたりしますんでね、必ず、まあ、横に避けたところでね待機するというのが基本です。マタイからですね、鎖場、経由しながらですね、由布岳の西方、標高は 1583.5m いただきました。これね東方よりもですね、3.5m 高いですね。
まあ、微々たるものですが、まあでもとりあえずね、西方の方が、最高点ということになります。ではね、こちらで、休憩とたどんち、お鉢巡りね、進んでいきたいと思っています。いやでもね、思ったより日が差さずにですね、暑くなくていいですね。では後ほど。お鉢巡り、北側のね、方の、斜面の方にね、やってきました。いやー宮向島、最高ですね。今が一番いい感じです。東方の方はね、やっぱり虫のね、虫害がひどかったのか、咲いてる株もね、少なかったような気がしますね。西方の山頂周辺が、少し咲いてて、でお鉢巡りの、北側のね、お鉢の、斜面のところにね、宮向島綺麗にね、群生しています。ではね、この後も、気を抜かずにね、気をつけて下っていきたいと思います。では後ほど。はい、ここから先ですね、一番核心部です。まあ通称ね、馬の背とも言ってるところですけど、まあ三点確保をね、確実にやっていくと、問題ないかと思います。ただね、岩が濡れてるときは要注意ですね。では後ほど。はい、今ね、一般登山道と書いたね、案内板がありましたが、あれに従ってね、下っていきます。結構ね、長いロープがね、張ってあって、一旦下って登り返しになりますね。こんな感じですね。まあ足場はしっかりしているので間隔を空けて通過するといいと思います。Thank you.
今ね、前方に見てる岩場、ここはね、下りになりますんで、女性の方などはね、ちょっとまあ、足のね、歩幅高くなるんでね、上りも下りも行きにくい場所じゃないかと思います。現在ね、見えてる方角が、先ほど白いロープでね、岩場を、迂回して、一旦下に下って、こちらから登り返しになりますね。まあ、どちらから来てもですね、必ず岩稜のね、足場の悪いところ行かないように、一般登山道は右ですよと、左ですよというふうにね、案内板がありますんで、通常の方はね、一般登山道を、通行することをね、お勧めします。まあ、白ロープとこのトラロープに沿って、進んでいけば大丈夫ということですね。地巡り、一周してですね、東登山口、コースのね、稜線分岐に到着しました。ここからはですね、もう往路とね同じなので、あとはね、下山も要注意でね、慎重に下っていって、スタート地点へ戻りたいと思います。では後ほど。由布岳東登山口へと戻ってまいりました。今回ですね、東登山口、東登山道から、露岩帯ですね、岩尾根登っていって、東峰、そしてまた江、そして西峰、それからの、お鉢巡り でまた東登山口の方へ下山してきました。東峰のね、山頂付近はちょっとまあ今年はね、深山霧島は虫食いで結構やられてましたが、西峰の方はね、まあ、そこそこね、見れる程度には咲いていました。そしてね、お鉢巡り、北側の火口壁のところでは、斜面にね、深山霧島がきれいに咲いていってね、とても、感動的でした。お鉢巡りする時にもですね、あんまりね、日が照らずに、まあ、そこそこね、快適に、周遊することができました。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。深山霧島、咲き誇る、由布お鉢巡り、ね、今回の動画、よかったよ、参考になったよと言っていただける方は今後の励みになりますので、高評価ボタンお願いします。
そしてこの後もですね、素晴らしい山の映像、自然の映像ですね、お伝えしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。